ペロロサウルスは巨大な装飾の恐竜である。最初に発見された竜脚類の一つである。白紀前期、1億3800万年前 -1 億1200万年前に生息していた。ペロロサウルスとされる化石はイングランドとポルトガルで発見されている。体長は 約16メートルであった。ペロロサウルスが正当な属であるか、もしそうだとして、これに含めてあるうちのどれが正当な種であるかは、問題が多い。ペロロサウルスの最初の種である、ピーコニベリーは、別個に見つかった上ワンコツと椎骨に基づいており、このうち後者は、この種のタイプ標本とされ、上ワンコツはこの属のホロタイプともされている。二つの標本は、 同じ動物のものではないかもしれない。さらに言えば、ピーコニベリーは、ケティオサウルスの種シーブレビスの死のニムかもしれない。後に、多くの種が、ペロロサウルスとされたが、今日ではほとんどは別の恐竜とみなされている。そのような後に追加された種のうちで、唯一未だ別族とはされていないものである、P. ベクリシーは、潜水、骨盤、および、 獅子の小片と六角形の鱗で覆われた皮膚の印象で知られる。b m n h r 2 8 6 3 3ンオブナインコドルバータブレイン1853ラフォードバイオーエンーピーコニベリーペロロサウルスは最初に発見された竜脚類ではないが最初に恐竜であると同定された竜脚類である。リチャードオーエンはケティオサウルスを1841年に 発見しているが、誤ってワニに似た巨大な海生爬虫類であると同定してしまったためである。マンテルはペロロサウルスは恐竜で陸生であると同定した。ペロロサウルスとケティオサウルスの分類の歴史はテーラーナイッシュなどの創設で記されているように非常に混乱している。年は白秋前期からのいくつかの標本に基づいて、 数種のケティオサウルスの種を命名した。その一つである、シーブレビスは、1825年に、クックフィールド近くのジョン・キングダムのヘイスティングズ・ベッツ、グループで見つかった4つのおつい骨である BM、BMNHR2544-2547、3つの地道弓である BM、BMNHR2548-2550 の流脚類の化石に基づいている。 しかしなら他には、ワイト島のサンドベイで見つかった BMNHR1390 や、ヘースティングズ近くで見つかった BMNHR2133 と R2115 のように、実際には、イグアノドンカのメンバーに属する化石も使われていたので、ある。オーウェンがイグアノドンカの骨をケティオサウルスと誤って識別してしまったことに、 中止して1849年にアレクサンダー・メルビルは竜脚類のものをシーティアソリス・コニベリーに改名した。ギデオン・マンテルは1859年にシー・コニベリーはケティオサウルスとは別属にするだけの差があり、新たな属が必要だと考え、新たな名前ペロラソリス・コニベリーを与えた。マンテルはもともと1849年11月に キャラセソリスの名を使用した。しかしコリソスがギリシャ語で、巨人、ではなく、像の意味だと気づき考えを変えた。ペロロサウルスの俗名はギリシャ語で、怪物、を意味するペラーから来ている。さらに彼は、ウィリアム・ダニエル・コニベアに敬意を表して、種名を、コニベリーと名付けたが、今日の規則の下では大文字なしで書かれるため、オリジナルのコニベリーに優先権がある。 マンテルは、シーブレビスの流脚類資料を、ペロラソリスコニベリーのタイプ標本に使用したのみでなく、ミラー・ピーター・フラーによって、同じ場所で発見された巨大な上腕骨、BMNH28626 も、タイプ標本に使用した。この標本は、椎骨からたった数メートルしか離れていないところから、発見されたもので、彼はこれらを、同じ個体のものと推定した。 マンテルは8ポンドで化石を手に入れた。上腕骨は明らかに垂直に体の重量を支えるように成形され、随空を持つことが推定され、これらはペロロサウルスが陸生動物であることを示すものだった。これが個別の属としての名付けられたことの主な動機である。しかしながら、その後間もなくマンテルのケティオサウルスの潜水の研究の結果、これも 陸生のものであることが分かった。ザ・コドル・ソーラ・ポート・バータ・ブレイ、ザ・ット・ホーム・ザ・タイプ・スペシメン・オブ・シー・ブレビス・オーウェンは、メルビルとマンテルによる彼のシーティアソリス・ブレビスを阻止する試みに強く心を惹かれた。1853年の発表で、オーウェンは公然と自分の元の間違いを認めることを避けながら、彼の視点においてだが、事実をまっすぐに整えようとした。 最初にオーウェンはメルビルの解明の主な動機は通称ブレービス、つまり短いが間違いと推定されること。なぜなら動物の前兆はこのような限られた化石から推定することができないからだと示唆した。オーウェンは分類学に精通されているものであれば誰もが全体としての動物ではなく、脊椎そのものが短いことに基づいていることを理解しているであろうと指摘した。 さらにこれに続くページで明らかにこの問題と分けて、オーウェンは自身の1842年の発表での記載が不十分であったことで、結果として単に裸名をもたらしたとして、現在では竜脚類のものとされる資料でシーティアソリスブルビスという有効な名前を作った。このことはマンテルによって名付けられた親族についての問題を残した。オーウェンは 単純に上腕骨のみをペロラソリスコニベリーを表すホロタイプとすることでこれを解決した。著しいことに八百五十九年オウェンはイグアノドンカの椎骨である標本 BMNHR1010 と r 六百三十五を C ブレビスとする過ちを再び犯した。八百五十三年オウェンは結局他のいくつものイグアノドンカの椎骨とともに それらをペロロサウルスに割り当てることを提案するマンテルがかつて彼の収集物においてそのようにラベルしたからである。オーウェンはペロロサウルスという名前がシーブレビスの資料に繋がっていることに気づかなかった結果の単なる誤りであることを示唆した。ファンセファル1914デストレーション・オブ・ペロラソリス by ヴィンセント・リンチ・オーウェンの解釈は 一般的によく20世紀にまで受け入れられた。しかしながら、1970年ジョン・オストロムと、ロドニース・チールの両名は1842年、シーブ・ブレビスはまだ、裸なであったというオーウェンの主張は、タイプ標本を変更するための分かり切った試みとして、現在の基準では認められず、拒絶されるべきであることを理解していた。しかし同じ基準で、メルビルの解明も間違いであり、 シーティアソリス・ブレビスという名前は有効でメルビルは単に一連の新タイプの中からイグアノドンカ由来のものを除き竜脚類の骨からレクトタイプを選定すれば良いだけのことであった一連の標本のイグアノドンカのものでない竜脚類の骨はシーブレビスの名を保持していただろうしたがってシーティアソリス・コニベリーはシーブレビスの客観異名でありすなわち シーブレビスは古い名前だというだけでなく、シーコニベリーは全く同じ化石に基づいた新しい名前でもあり、無効な名前である。シーコニベリーはこのように不要名であり、誤って解明されたものである。結果として、ペロラソリスコニベリーもまたシーブレビスの客観異名である。21世紀初頭、シーブレビスをケティオサウルス属のタイプ種とみなす研究者もいたことで、 問題はさらに混迷した。この場合において、ケティオサウルスが長年考えられてきたように、ジュラ期中期のものでないことになり、規則的に白秋前期のはるかに異なった、竜脚類のシノニムになる。しかしながらさらなるケティオサウルスの分類研究の結果、ケティオサウルスのタイプ種は、シーブレビスでなくシーメディウスであることが示された。ペロロサウルスの分類上の地位は結果として、 多くの問題を抱えている。規則的には、シーティアソリス・ブレビスはそのタイプ種である。結果として本9年によって1927年に、すでに選ばれている新しい組み合わせペロラソリス・ブレビスが解決策かもしれない。対案として、ポール・アップチャーチとジョン・マーチンによって2003年に、示された上ワンコツを、ペロラソリス・コニベリーのネオタイプとすることが受け入れられるかもしれない。 このように多くのソースが BMNH28626 がペロロサウルス族の族のホロタイプであることを示唆する。ペロロサウルスの地位は疑問名の族であるとする研究者たちによってさらに侵食されている。1850年以降より多くの標本がペロロサウルス、ケティオサウルスとされており、これらは広く研究、科学文献に報告されてきた。緩やかであるが、 ヨーロッパの白亜紀からの不完全な竜脚類は、ペロロサウルスに、ジュラキのイングランドの断片的な竜脚類の飼料は、ケティオサウルスに包含する傾向が発展した。ペロロサウルスは、このように典型的なこの時代のヨーロッパの竜脚類のゴミ箱分類群イエヌになってしまった。しかしながら、近年、混乱を是正する研究が多く行われている。 ティース・アサインド・ツ・ペロラソリスこの時期に、ペロロサウルスとされた、種の一つは全く新しいものであった。1952年マンテルはヘイスティングズ近くで、発見された上腕骨、尺骨と頭骨に基づいて、ペロラソリス・ベクリシーを命名している。種商名は化石収集家のサミュエル・ハズバンド・ベックルズに懸命されている。 この標本は大きな六角形の鱗のある皮膚の印象を含んでいる。現在では、これらの三つの標本は BMNH28626 とも C ティアソリスブルビスともつながりがないと考えられている。ペロラソリスベクリシーは現在では単一の愛で綴られるが、異なるティタノサウルス型類である可能性が高く、未だ名付けられていない新棚属に含まれるべきものであろう。 混乱することに、この書は1889年、オスニエル・チャールズ・マーシュは、同年リチャード・ライデッカーが、シーティア・ソリス・ブレビスと同種であると考えて設けた。組み合わせモリソリス・ブレビスにちなんでモロサウルスのため、モリソリス・ベクリシーとしてしまった。しかし、ペロラ・ソリス・コニーベリーとは異なり、今日の解釈ではありえない。 未定義の種ペロラソリス SP に対し5つの標本が割り当てられておりとされており、この標本含まれるのはフランスからの歯、骨の破片、肩体及びイングランドからの2つの標本、そして最も注目すべきは1894年にバキンガムシェアで発見された4つの遺跡、BMNHR2004、BMNHR2565 である。 他の属のものとして命名された種で、後に見直しを受けて、ペロロサウルスに含められたものがいくつかある。これは発見された順にペロラソリスハルケイ、ペロラソリスアーマタス、ペロラソリスリードシー、ペロラソリスヒューマーフレスタタス、ペロラソリスプリーカーサー及びペロラソリスマッケスニーである。これらの同定はどれも今日では正しいとみなされていない。 マンテルは初めに恐竜とペロロサウルスの関係を示唆した。1852年、フリードリヒ・オーガスとクエンステッドは公式に恐竜に分類した。予想通り、オーウェンは初めこの分類を拒絶し、1859年までワニュメのメンバーだと考えていた。1882年、アンディ・エミール・ソバージュは初めて竜脚類に分類した。このグループは、 未だ不十分にしか知られておらず、より正確な分類を確定するにのは難しく、1927年に、本ヒューネにより、ブラキオサウルスとの関係が理解されるまでにアトラント、サウルス科、カルディオドン科、ケティオサウルス科及びモロサウルス科への所属が示唆され、現在では、ブラキオサウルス科に配置されている。この属はそれ以降は広く、ブラキオサウルス科のメンバーであるとみなされた。 上腕骨は長さ 137cm で非常に細長くかつ力強く典型的なブラキオサウルス科の特徴つまり相対的に長い前足を持つことを示す。脊椎または上腕骨の質については不確実性がありより分析すべきであり両者とも同じタクソンに属している必要性はないがその場合いかなる結論も確実性を持てない しかしながら、近年これらの資料はもっと一般的にティタノサウルス、ガタ類に配置される。ありがとうございます。